メロンアイスって言うけど、残念ながらわさびアイスでした。まあ、彼氏ができて一人前だと思うんですけど、だいたい3年ぐらい。で、あとは、どれだけ完璧を求めていくかいいですね。これができたら完成っていうのはないです。限りはない。役者にとっては、能面が主役っていう人もいるくらい、己の中でも重要な役割を担っているもので、小さなこの木の中にたくさんの人生というか、いろんな物語の主人公になるもので、幸せのお話もあれば苦しいな話も。話します。クリクリクリ、エビの天ぷらです。いや、騙されますよね。こんなことばっかりやって遊んどるので、商売せずに。